皆様はじめまして、日本イエスキリスト教団鹿児島恵み教会牧師の白尾真理子と言います。今回は教会堂移転記念としてゴスペルシンガーのにぎわさんをお招きしてオープンチャペルコンサートを開催しました。開催日時ですが、2015年9月22日火曜日祝日、会場は鹿児島恵み教会でした。この18年間私たちは鹿児島市紫原という地域で宣教してきましたが、今年2月に、新しく教会堂を取得して、同じ町内に引っ越しました。このことをですね、地域の方々にお知らせし、教会を知ってもらいたくてこのコンサートを開催したわけです。1万2000枚のコンサートの案内のチラシを、シンボリコミや手配りを しました。一般のどなたでも来ていただけることを願いながら、また特に若い方々にも来ていただきたくて、学校の前でも案内配布をしました。会場当日はですね、70席を準備いたしましたが、来られた方々が71名でした。教会外の方々は39名で、チラシを通して来られた方、教会の方々がお誘いした、方々が、多く来られて、本当に、またご近所の方も友人を誘って来られたりして感謝でした。アンケートを書いていただいたのですが、にぎわさんの歌声に感動しました。またぜひ聞きたいです。ありがとうございました。素敵なコンサートでした。優しい気持ちになり癒されました。またにぎわさんの美声に癒されました。本当に良い一日になりました。自然と涙が出ます。ご自分のエピソードを添えたコンサート、とても素敵でした。クッキーのお土産もありがとうございました、などたくさんの良い反響が得られて、嬉しかったです。また集会後、教会にも来てみたいとの電話連絡もありました。本当に喜んでいます。オープンチャペルとしての目的は今回十分に果たせたと思っております。これから12月に向けて次のコンサートも考えています。今回のアンケートを出してくださった方のうち、8名の方にはですね、次回のコンサートのお誘いができます。まず一歩だと思っています。広くこの紫原の地域の方々を誘いしていきたいと願っています。以上、鹿児島県鹿児島市から白尾がレポートしました。